やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。これはユニットを設置してそれの動向を見るゲーム。本当にそういうゲーム。とりあえずここら辺の US ソルジャー、 US ソルジャー配置するか。すげえマップだ。あー、なるほどなるほどなるほど、まさにだなこれ。あー、なるほどなるほど。でもどっちも打つよね。絶対高地よりありでしょ。無理だよね、こんなん。だってさ、映画だとさ、ここでこの船から、船もある。そうそうそう、映画だと、ここの、あの、扉がな、扉が、閉まってて、みんなこの中に兵士たちは、緊張とか、怖さとかで、正面漏らしたり、ゲロ吐いたりしてんだよ。で、ゴーゴーゴーってなると、ここバッて開いて、もう、あっちから銃弾撃ってくから、前からドミノ倒しに死んでくの。マジで運ゲーだからね。あ、でも、おもろそう、このマップ。どこから抜けるかが見れるの楽しそうじゃない？この、今回の目標としては、みんなでちょうどいい塩梅を考えて、勝率 50%50% だなみたいなのを作ったら、それで賭けをしよう。どっちの軍が勝つか。援軍来るような設定はどうせ、あ、なんか船があるな。これ船じゃね？一回これで見さして。うはは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 はめちゃめちゃニートやん。ここら辺何もしてないでしょ。あ、でも一応撃ってはいるのか。でもここら辺の段差があると撃ってないもんね。右の方がやっぱりちょっと薄かったか。突破してるな。左の方物理多くしたっけ。もう完全突破されてるんだけど。しかも、あー、難しいなこれ。 US ソルジャーのヘル量見て、やばない。誰がマジ愛国心どうこうあってもここの坂登れる。人ってマジで不思議。本当にこれがいたんでしょ。マジかよ。俺ここで一生過ごしそう。ここにすら行きたくねえわ。あや、おもろ。こっちが前に進み出して車線が広がったから、もう守るに守れねえわ。こっち側ダメなんだ。へえ、圧勝だと思ったけど、あ、逆にこっちは全滅してる。キッチー。この絵キッチー。これどっかにキャプテンアメリカ置くか。キャプテンアメリカ1体こん中置こう。まあそうね、紫は変えようか。紫はホールドでいいかな。ここが攻めちゃうか。うーん、そうね、じゃあ紫はホールドにしようか。そしてここにモッドのキャプテンアメリカキャプテンアメリカをこの船の中に後から来させる。これキャップ乗ってるか、ちゃんとキャップ船の中乗ってるか。これで守る側のボスを何にするか。あ、いいね。シビルウォーで戦ったし、アイアンマンでいいじゃねえか。それはね、賛成。おっほ、まあ、ここら辺若干出てるけど、まあいいとして、こん中は、まあ、こんな、ここちょっと広げてやるか。これ後で広げてやろう。ちょっとニートしてるな。まあ、出てるけどいいか、ここは。ああ、配列いいんじゃない？悪くないでしょ。で、アイアンマンどこ？いや、あ、いた！アイアンマンが。キャップ？やべ、キャップがどこいるかわかんねえな、こりゃ。なんだこれ。まあ、ちょっと参加するわ、これ。スタート！すげえな。もう食らってるんだけど、しかもこんな前行けるはずないが。無理だろ。俺についてこい、行くぞ。うわー、そこに伏せろ伏せろ伏せろ。はいはいはい、いいぞいいぞ。伏せるがね、終わった。え、これまさかキャップ来てるんじゃない？キャップ
キャッ。さて、戦況見ていきましょうか。抜けてるところはあるかな。やっぱり左の方が抜けてるな。配置甘いか。あ、ここがマジで一瞬で死んじゃうんだね。え、ちょっと待って、え、ちょっと待ってね。え、あ、え、え、なんで。いや、すげえ、ちゃんと配備するとこんなに圧倒されんの。少し細かく配備してあげ、こっち全滅なんだけど。あー、もうこっちからもう射線広げてるじゃん。もう守り側が進軍に出たら戦争は終わりなんだよな。締めにかかってるから完全に囲まれてる。終わったな。上陸側に盾というか、ちょっとデカめの戦車でもいいんだよ。戦車って英語で打って、翻訳かけよ俺が。戦車、違う、そっち洗うな。あ、タンクか。あれ出てこないんだ。重いかな、さすがに。3万だ。これ重くないか見て賭けやってみていい。キャップがいるのはここだね。かっこいい。かっこいいじゃん、キャップ。 OK、 行かせていただきます。スタートー。最初の方はシネマモードでお送りいたします。うわやっぱそこの守りは弱すぎるか。防衛になってないね。バカバカ死んでるわ。うひょー、もう多分ね、防衛側が1000ぐらい死んでたりすると思うけど、まあでもこっから地の利があるから、戦況は多分ね、相当攻める側が不利になってくるとは思う。そこはもうほぼ全滅と。なんか発射レートもそんなに高くないね。あんまり役に立ってなさそう、あそこの、あそこの分隊は。さあ、攻め側はどこが最初にまずは抜けるのか。ちまちま抜け、このさ、あのちまちま抜ける感じ、マジで戦争っぽくない？なんかこんな感じだったよね、映画。マジでちょっとずつ抜けるんだよね。さあ、今回は右の方も結構生き残ってるか。さっきの数と右の方死ぬのめっちゃ早かったんだけどね。わははははは、絶望だ、終わった。逆になんで生きてんだ、一人だけ。奇跡の兵士がいるんだけど。さあ、ここからもうちょっと、ペースを速くします。速度2倍。さあ、少しずつ抜けていってますね。防衛軍残るは3000。でも逆に言えば3000残ってる。攻め、え、これ攻めでもきつくね。どうなんだろう、これってさ、多分さ、ここまで抜けるのは多分人数は相当減るんだよ。でも上に登ってしまったらかなりね、ペースが速くなるっていうか、攻める側の、ここで攻める側の人数がそのあまりにも早すぎるのは多分妥当だと思う。どう抜けるかだよ。さあ、坂を登ったら勝ち。さあ、坂をもう登ってきています。車線がどんどん広がっていく。さあ、でもその坂を登った先にはクロスを組まれていて、なかなか上がれない。まず一番最初に坂に到達したのは左側。さあ、こっちを見ていきましょう。右側はどんな感じになっているのか。坂に到達はしているのか。しています、来ています。こちらも当然クロスを組まれているので、しかもこちらの兵士がほぼ死んでいない。攻略が早いのはやはりあちらのサッカー。おっ、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 こっち抜けるんじゃねえか。かなりもう行列できてるぞ。え、ちょっと待って、防衛側もう800人しかいないじゃん。あ、でも逆、800人しかいないけど、攻める側は7000人しかいない。え、これ結構熱くね、どうなるんだ。でも登っちゃってるから、さすがにもう防衛側が不利なのか。あー、厳しいね。最終的にこいつが死んだら戦争は終わり。誰がアイアンマンを殺すかの戦争だからね、これなんかスタミジャパンっぽいのがいる俺こういう生涯を送りてえわ。俺多分この立ち回りだわ。戦争にスタミジャパンが参加したとしなくてしたらこうなるね、俺は。いや、でも本当にこの死んだ2万人が報われるね、ここまで進軍したら。
死ぬ価値があるというかさ、これで攻めきれなかったらやばくねえか戦争。あそこでもう死ぬだけだよ、この数が死ぬんだよ。せめて登れねえとやってらんねえよ。やべえ、アイアンマンがちょっとずつボコられてる。俺アイアンマンになるしかねえこれは。ああ、いやもうエルツが25しかねえじゃねえか。やべえ、逃げよう。やべえ、もう逃げるしかねえ。俺たちの負けだこれは。はい、というわけで最終戦闘結果といたしましては、攻め側の勝利となりました。おもろ、ノルマンディめっちゃおもろいやん。3万は若干増やしすぎた。いやでも2万5000だったら際どかったよな多分。